あの正人選手の引退試合を見たと思うんですけど、はいはいはい、感想を伺いたい。やっぱすごいですね。まあもちろん、なんつうか総括の、はい、印象で言うと、まあ、ちょっと悔しいですっちゃ悔しいですよね。悔しい、うん、やっぱり、うん、それは多分ミドル級の今残った選手みんな絶対どっかに思ってると思うんですけど。何が悔しいですか。やめちゃったところっていうか、いい感じで勝ってやめちゃったところ、多分もちろん、すごい応援はもちろんしてるんですけど、うん、やっぱりどっかでここ負けてくんねえとみたいなやっぱ気持ちはどっかにあるんですよ絶対に。その後俺ら戦うから、ね、そうなんですよ、うん、こうやっぱり神としては終わって、まあ、それはそれでまあ 僕ら、まあ、はっきり言って僕からしてみればもう本当にアマチュアの頃からのスターなんで、もうそういう目から見るとやっぱ全然それはそれで良かったっていうのはもちろんあるんですけど、おめでとうございますっていう感じでお疲れ様でしたっていう気持ちはもちろんあるんですけど、やっぱりどっかでちょっと、うん、負けてほしい面もあったっちゃあったんですよね。でも多分全選手あったと思います、ミドル級の選手殺されるものとしては、ものとしてはやっぱり、うん、スターももちろんスター選手で最高の選手なんですけど、やっぱりその神として終わっちゃうっていうのはやっぱりどっか寂しい、残されたものの選手としてはやっぱりどっか寂しいなっていうのはありましたよね。まあね、神がとして去っていってまた新しい神が生まれますから。そうなんですよ、まあ俺なんでしょうね十何年に1回、そう十何年に一度の俺なんで、はい、でもみんな選手やっぱりその気持ちを持ってないとダメですよね。そうですね、まあでも本当にお疲れ様でしたっていう、本当にだから皆さん言ってたじゃないですか、インタビューのそのマサさんがいたからこそ自分があるっていう、それはすごく本当に感じますね。マサさんがいなかったらやっぱり自分はないと思いますし、マックスっていう階級がこんなに人気出たっていうのもマサさんのおかげですし、そういう面ではやっぱりすごいお疲れ様っていう、お疲れ様でしたっていう気持ちはすごく本当にリスペクトとしてあります。マサト選手がプロデューサーにみたいな話もね、なんか噂話ありますけど。あ、FEG のですか。いやいや、そのマックスの、マックスのですか。辛そうですね。辛そう何が辛そう。いや、いろいろ辛そうですね。いろいろマッチメイクから。そうですね、毎回毎回俺がいないとダメなんだよっていう俺がいるとダメなんだよって言われたらちょっとへこみますけどね何も言えねえと思って結局もうちょっと打ち合いとかって言うかもしれないけど、そうですね、結局追い越せてないんで、何言われてもすいませんしか言えないんで、まあ、そうですね。いやでもやっぱり選手やっぱ引退してるから丸くなってる感はありますね。ああそうですか、そこじゃあ期待しましょうねああなるほど、あでもそうですね、あそうか、マサさんがそうか、あ複雑なんだ。そうですね、辛そうですね、辛そうですね、もうちょっと優しくお願いします、そこのとこ本当にひどくあそこで行かないと、あそこで行かないとって言われますからね絶対にそれは言うでしょうね。そうですね、うん、前田明らばりに言うと思いますけど、あ結局そう見てる人もマサさんが言ってるから、そうだよなってなりますからね。もうちゃんとやれよって思いますからね。やるかどうか分かんないですよ。あ、本当ですか。やったら面白いんじゃないとか。ああ、なるほど。ああ、待望説が。ああ、いや、受けんじゃないですかマサさん。やったらやるんじゃないですか多分。ああ、うん。ちょっとはい、わかりました。なんかね、合宿とかやったら面白いかな。ね、ああ、それこそあれですよね、お歳暮とかお中元とかちゃんと。送らないと、シルバーウルフに、シルバーウルフに送らないとダメですよねそういうのちょっと重要ですよね、お年賀とか、お年賀まあ、マサ選手が辞めて、まあ、新しいマックスになっていくんですけども、はいはいはい、木戸選手はどういう形を作り上げていきたいの。そうですね、僕でも面白くなきゃやっぱり意味ないと思うんで、うん、面白い試合、うん、面白い人間でいたいなとは思いますね、やっぱり、うん、面白い人間。そうですね、はい。みんながこう、なんか僕あの昔から僕も言ってるんですけど、まあ、前から言ってるんですけど、僕あいつちょっと ぶっ殺すぞとかよく言ってるじゃないですか。全然面白くないんですよ僕あれ何に面白くないです。じゃあ例えばどういう、いや今後ともよろしくお願いしますもうそんなんでいいと思うんですよ僕はですよ、いいと思うんですけど、いやだからなんで、まあいいんですよ、もちろんいてもいいと思うんですよ。あれなんだ、ぶっ殺したのかなお前、どの子のとか、お前のパンチなんか当たんねえよ。今マサト選手入ってますよ。え、入ってないです、全然入ってないです、やめてもらっていいですかそういうの。そんな、もうちょいちょっと下のライン行ってもらっていいですか。そんなビッグなとこやめてください。真ん中入ったら本当にお前のパンチなんか当たんねえよとか本当にお前もう俺に勝てると思ってんのみたいな。俺いいです、あれいいです俺。
俺あれいらないです。今ちょっとマサト選手いいじゃんってな、ほんとやめてください、ほんとやめてください、ほんとそれダメですか。いやいや、ちょ真似してないですから、ほんとにほんとにやめてください、ほんとにやめてください。だからそういうなんか言い合いだけの世界は嫌だと、うん、いや分かんないですよ、別にいいんですよ、言ってでもいいんですけど、うん、俺自分は嫌だ、俺ヤンマン好きじゃないです。なんかよろしくお願いします。いや本当にスポーツマンシップなんで、はい、スポーツマンシップ、はい、そんな、なんかこうガツガツあんましたくないなっていう、うん、まあ別に言ってくれるのは別に全然構わないんですけど、言われたら別に言われてくれても全然、はい、よろしくお願いします。考えたね、その言葉と、あ、切り返すんだ。よく考えたね、その言葉、面白いみたいな、上から目線に持っていくだ。いやいや、それ持っていくとかやめましょうよ、それ持っていくとかそういうのやめましょうよ、本当に。いや、そういうんじゃない、どっちが優位に立つかだから。ああ、なるほどなるほど、うん、いや、まあ、別にこう言い合ってこう面白いのはいいんですけどね、僕はこう面白く交わしたいなと思いますけどね。交わしますよね、うん、僕そうです、交わしのプロです。交わしのプロです。時か俺かっていう。時あの北斗の拳です。あー、はい、はい、川島のプロ、川島のプロです。そうなんですよね、まあ、言い合ったところで、まあ、別に本心から別に思ってるわけじゃないですからね、僕は。うん、なんか殺してやるとか、ぶっ殺してやるとか、本当にぶっ殺すんだったら別にサシャいいわけですからね。まあ言葉長くて、ね、そうですね、そんなこと思ってないです、はい。え、じゃあなんかこいつ腹立つってないんですか、試合するのにですか。ああ、こいつ絶対許せんっていう。でも別にないです、ね、ないんですか、はい、彼女寝取られたとかだったらぶっ殺してやろうと思いますけどね。ああそれこそ、まあ、そういう、ね、これやったのが対戦相手だったらそれこそやっちゃいますよ、ボッコボコにしちゃいます。そういうことですよ、そういうことですよね。でも別にしてないですもん、相手ないけど、相手ただ真面目にこう練習してるだけでもでも木戸選手のこと全否定するような人物が現れたら、はい、あ、俺のことですか。そうそうそう、全てが嫌だって、俺のこと全部嫌ですか。細かいとこから何から言われたら、そう言ったら僕がひたすらへこみます。いや、へこんでどうするんですか。もうひたすらそこでなんだこの野郎って思わない、反省しなきゃなと思って。いやいやいや、反省。まあ別にそんなに、まあどうですかね、そんなに人から文句言われることもしてないですから。でもだんだんほら狙われる立場になってくると、まあいいです、全然、はい、来てくださいという感じですよね、うんうん、でもそんなところ見てる人が盛り上がんなかったりするじゃん。あ、そういうもんですか、やっぱり。すごくこう低次元の言い合いだと、うん、なんだって冷めちゃう部分もあるし、うん、そうね、お前が言うなよっていうのもあるから、あれだけど、例えば正人選手とか梶里選手みたいな、はいはいはい、言い合いだったら、あれはいいですよね。ほら、あれはいいです。それ、あれはいいですよね。あれはありなの。でも、いや、でもそうだ、いや、まあ、そうですけど、なんですか、俺、結局、これ今ちょっとカメラあってもあれなんですけど、川尻選手は結局あの後やっぱ正人さんはスーパースターだったなみたいなこと言ってるじゃないですか。もうあれ言うなら言うなよって思っちゃうんですよ。あれが一番かっこ悪いんですよ、俺の中で。ああ、そこ怒ってる、それで川尻に今あれがちょっと気をつけなよ。あれ言っちゃ俺ダメな気がするんですよね、最後まで。もうちょ、今回負けたけど、本当またぶっ殺してやるよみたいなことを言ってくれるなら、まあ、なんかなと思う。多分俺だけじゃないと思うんですよ、あれ見て思ったのは。なんかそこでなんか尻尾巻くなと。正人さんはやっぱりスーパー、正人選手はやっぱすごいスーパースター、やっぱり偉大な選手だったんだなみたいなこと言ってたじゃないですか。だったら最初から言えと。そうなんですよ、うん、で偉大って分かってるじゃないですか、だって、うん、自分に対してスイッチ入れるっていうのもあるじゃん。まあでも俺はでも基本的にこうガッてこう食われたら、うん、面白いことで言いますからね。あ、はい、かわしのかわし、かわして、かわしてかぶって、あ、かわしてかぶってこう、かぶって、ね、おもろいこと言いますから、はい、はい、大丈夫です。かわして面白いかぶって言いますから、なるほど、大丈夫です。芸人じゃないんだから、面白いこと言う、振ってくれないとダメですよね、なんかその代わり。いや、もう俺も負ける気がしませんとか言われても、もちろんなんかひねれよみたいな。そこひねらしたらいいじゃないですか。あ、ひねらしたらいいですね。まあ、わかりました。それは大丈夫ですよ。そこ行ったら多分、みんな食いついてる。なるほど、わかりました。そこ、じゃあ2015はそこですね。目標は。わかりました。相手が面白くないこと言ったら、じゃあこちらもよろしくお願いしますだと、そうですね。全く興味がわからない。わかりました。そこはもうでも、前から思ってました、ね。はい。それは前から思ってたところなんで。はい、楽しみだな。大丈夫です、本当に。
ペトロシアン。ペトロシアン。なんていうの。お前何言ってか分かんねえよって。イタリア語分かんねえよって。分かんねえよって。返しようがないじゃん。こうやってやったら殴りかかってそうですよね。殴っちゃダメですよ。殴っちゃダメですよね。手出したら。殴っちゃダメですよね。手出したら返されますよ。そうですね。そうですね。やられちゃうからダメですよ。これすらもかわしてなんかやられそうですね。やられたら嫌ですよね。うん、こうロンみたいな感じになってなんかざわざわしちゃったらなんか俺がボケたのがなんかもうどうにもならない感じになっちゃいますね。変な感じになっちゃいますね。あとキシェンコの時もほら、ああなるほど、キシェンコもちょっとちょっとイラついてましたからね。かなりイラッとしてましたよ、はい、でかなりイラついてて、あの先だって半年ぐらい無視されてましたもんね、キシェンコに最近すげえ長い、最近最近絡んでくるんですよ、すごいキシェンコ。ちょっとびっくりじゃないですか。なんかええー、ってケツとか触ってくるんですよ。でパッと見たキシェンコでええー、とか言ってるんですよ。びっくりじゃないですか、それどうしたんだろう、こいつ俺に気が合うのかなって、ちょっと俺が冷たくしたらみたいな。ツンデレだ、ツンデレですよ多分。彼はツンデレです。今日本当にこんなやってくるんですよ。ドラゴとかサワとかやってくるんですけど、キシェンコがやってくるんですよ。木戸選手やったら多分何やってんだみたいな、多分なんかちょっと空気違いなんですよね。ツンデレですそこ楽しいんだな。なんで俺年下に遊ばれてんだ俺。じゃあ一応最後に今年の目標、はい、そうですね、お願いします。まあもちろん日本王者返り咲きですね、うん、まあ何としてでも、はい、そこは絶対ですね。うん、そうですね、日本王者はもう最低です。それが最低目標としては、最低目標ですね、はい、そうですね。でもまあ本当にうん、国内じゃ今そんなに負ける気はしないですね、うん、はっきり言って、うんうん、それはすごい自信になってます、うん、あとペトロシアン、そうです、ペトロシアン出すわ、そうですね、ペトロシアンぐらいちゃちゃっと言ってるもん本当にちゃちゃっと俺がちゃちゃっと言ってやるとか言ってたとかあんま言わなくてもいいんで、あんまそういうこと言う、あんまそういうね、そういうのは それは別なんで、はい、言わなくてもいいです、うん、そば合わせてカプッとイタリア人にジョークするか分かんない、ね、じゃあ何ですか、ボーノーぐらいで昨日がボーノーって言ってたよぐらいで伝えておいてもらって、はい、はい、分かりました、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。